にちは、Gです。今回は2つ話題があります。デュアルモニターとワークスペースについて、企画と利用方法をご紹介します。最初は Mac のデュアルモニターです。27インチモニターを外部モニターとして接続しています。注目いただきたいのはモニターをまたぐウィンドウの挙動です。 MacOS では意図的にモニターをまたぐウィンドウの配置を禁止しています。ウィンドウがどちらのモニターに属するか決めるのはカーソルポインターの位置です。個人的な感想ですが、使ってみてこの挙動は極めて合理的と感じています。Mac でも昔はモニターをまたぐウィンドウの表示が可能だったんですが、おそらくは用途や互換性などの評価の中、仕様が変更されたのではないかと推測します。一般的なデュアルモニターの利用方法は、片方でウェブを見ながらもう片方で作業をする、つまりワークスペースが2つある使い方と、ミラーリングして同じ内容を表示させるプレゼンなどの用途があります。もちろんデザインやゲーム関係の利用ではその限りではありませんが、一般論としてはこの2つです。 Mac での設定はシステム環境設定のディスプレイで行います。画面ではミラーリングの様子を表示しています。モニターの配置、解像度、ミラーリングなどの設定が行えます。オーディオの設定はシステム環境設定のサウンドで、出力先は一つだけで排他的選択ができます。次はラズベリーパイ OS を見てみましょう。27インチモニターと24インチモニターを使用しています。スクリーンコンフィギュレーションでモニターの配置と解像度などが設定できます。ミラーリングするには HDMI1 と2を重ね合わせます。サウンドの設定はタスクバーのボリュームアイコンで行います。出力は一つだけです。 Mac の時と同様の画面を表示してみましょう。ラズベリーパイ OS ではご覧のようにモニターをまたいだウィンドウの表示が可能です。なお、モニターをまたいだというのは両方のモニターに同じウィンドウの一部分が表示される状態を示しています。ただこんなことまでできてしまいます。全く意味ないですよね。これだけを見るとデュアルモニターすごいとか思うかもしれませんが、 Mac と比較するとどちらがよく考えられているかがわかります。今度は Ubuntu です。コントロールセンターのモニターでモニターの配置、解像度、ミラーリングの設定が行えます。ミラーリングはこんな感じ。サウンドで出力先を切り替えできますが、ハードウェアデバイスが追加されるだけなので設定は試しながらになります。モニターをまたいだウィンドウの表示ができます。ラズベリーパイ OS と同じ挙動です。モニター幅いっぱいまでウィンドウを広げるのもできますね。これもラズベリーパイ OS と同じ。
突然ですが質問です。ハイスペックな PC で力技を振り回すにはデュアルモニターは便利なんだろうなぁと思います。だけどロースペックなラズベリーパイでデュアルモニターってどうなのか、私ずっと疑問に感じています。皆さんはどうお考えでしょう。翻ってデュアルモニター以外に広いワークスペースを使う方法についてご紹介します。実はそれぞれの OS で標準でワークスペースを切り替える方法が用意されています。仮想デスクトップとかマルチデスクトップなどと呼ばれている機能です。マルチデスクトップの利用方法を OS ごとに比較してみましょう。最初は Mac。 MacOS ではミッションコントロールと呼ばれ、複数のデスクトップを自由に切り替えることができます。画面では6つのデスクトップを仕込んでいます。ショートカットキーやサムネイルをクリックして簡単にデスクトップ間を移動できます。ご覧のようにデスクトップ内のウィンドウを他のデスクトップにドラッグして移動することもできます。ラズベリーパイ OS の場合少し設定が必要です。メニューの設定からメインメニューエディターを立ち上げて設定を選択。オープンボックスコンフィギュレーションをチェックして OK ボタンをクリック。メニューの設定に表示されるようになるのでオープンボックスコンフィギュレーションを起動します。デスクトップタブを選ぶとデスクトップの数を設定できます。ここでは3個にしてみました。次にタスクバーをクリックしてパネルのアイテムの追加削除を選択します。追加ボタンをクリックしてデスクトップページャーを探して追加します。タスクバー右端にアイコンが3個並びました。まずブラウザーを起動してみます。次にデスクトップを切り替えてターミナルを起動してさらにデスクトップを切り替えます。タスクマネージャーを起動してテキストエディターも起動します。ご覧のようにページャーをクリックしてデスクトップを瞬時に切り替えできます。ウィンドウのタイトルバーの右クリックでそのウィンドウを別のデスクトップに送ることもできます。コントロールオルトキーを押したままマウスホイールで超高速切り替えができます。 Ubuntu のワークスペースはとってもよくできています。設定なども不要ですぐ使えます。切り替えは画面右下をクリックします。この切り替えはボトムエッジアプレットというんだそうです。ウィンドウタイトルバーの右クリックで別のワークスペースに移動できます。ショートカットキーはコントロールオルト矢印、これが結構便利です。ワークスペースを増減するにはボトムエッジアプレットを右クリックで設定を選びます。ご覧いただきありがとうございました。今年もあと2週間余りとなりました。
大変な一年でしたね。 YouTube を始めて4ヶ月、まだまだ駆け出しなんですが、たくさんのコメントや登録ありがとうございました。今年はこれが最後の動画になります。来年は皆様にとって良い年になりますように。来年もよろしくお願い申し上げます。ではまた次回。